こんばんは。こんばんは。こんちゃ。こんばんは。お、奈良コロビア沖。こんばんは。こんばんは。あ、すごい。こんばんは、イミリンが。19時半にしてたんですが、ちょっと早めに配信を始めちゃいました。こんばんは。はい、ということで、あ、そうだ、それでね、そうだ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 、あのね、こんばんは。暑いね、暑いね。ちょっとさっき帰ってきて今冷房をつけたので、そう、ちょっとまだ暑い、熱々です。私熱々だよ。タコ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 、ありがとうございます。なんかギフトだけじゃなくって、これもしかしてね、壇上もさ、壇上着、壇上シルバーじゃなかったよね、もともと。もともと、もともとはシルバーじゃなかったよね。ね、え、背景もさ、なんか違う？ちょっと銀色チック、なのかな。変わってる。おお、え、すごい。なんかほんのり違和感だった。配信始めて、なんかこれこんな色だったっけ。でもなんか元の色が思い出せない。え、もともとの壇上の色って何色だったっけ。思い出せない。ほんのりちょっと、あ、もしかして違うぐらいにしか私、その分かんない。シルバーウィークだから、シルバーウィークだから銀色なのは分かるけど、え、青っぽい感じ、よく覚えてるね。なんかすごい私が無意識に生きてるのがよくわかるよね。いろん
んなね、些細なことまで意識して生きなきゃね。タコ、これよく見たらタコ歩いてるんだね。あれ、赤色のタコも歩くっけ。もうなんかいろいろあ、優勝してる。え、赤色のタコも歩いてた画面。 I love you。 あっちは歩かない。あ、歩かないよね、歩かないよね、そうだよね。え、しかもいつものさ、あのだるまもさ、もうなんないよね。あ、ゴールデンウィークのあの、あ、ほんとだ、タコ普通のタコだ、普通のタコだ。え、ゴールデンウィークのだるまもこうやってなったけど、普通のだるまはあれだよね、七度転び八起きしないよね。普通のは動かないよね。もうなんかわかんなくなってきちゃう、いろ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 混ざっちゃってわかんなくなっちゃう。かわいい、ちっちゃくてかわいい。だるまちっちゃくてかわいい。でも私が見てるのはちっちゃくてかわいいけど、これパソコンとかで大画面で見てる人は別にあれかな、こんぐらいの大きさだったりするのかな。ほんとだ、普通のだるまは普通のだるまだ。あ、イベント仕様でアニメーションするの楽しい。え、そうだよね、タコ STU のタコって歩いてた。 STU のだるまって転ばなかったよね。STU の、そうだよね、 STU のでさ、なんかギフトがさ、あのあれアニメーションついてるやつあったっけ。あ、青でした。青か、ちょっと終わってからちょっと今の光景覚えとこ、ちょっと終わってからわーってなるわ。お箸でつまめそうな感じ、みんな。みんなお箸でつまめそうだよ。え、もしかしてじゃあこのシルバーウィークのギフトってもれなく全部にアニメーションがついてたりする？ハートは違うのか。チャレンジのところからもらえるハートは違うとして、そのゴールドのいるやつ。あ、ハートのアニメ、ハートもアニメなんだ。そうなんや、そうなんや、ほうかほうか、ほうかほうか、そうなんだ。ハートのアニメか。そう、皆さんまたチャレンジが、そう、私昨日配信できなかったから、あの、あ、お城タワーは動かなさそう。確かにタワーはここにたんだね。銀閣寺？でも銀閣寺って銀色じゃないんだよね。だからなんなんて話なんですけどね。ちょうだからなんなんだけど。ね。なんか豪華だね。え、ゴールデンウィークの時もさ、壇上のさところ金色になってた？街金色になってたっけ？
なんかどうだったっけ全然覚えてないな、全然覚えてない。なんか覚えてる？覚えてないね。どうだっけ、どうだっけ。あ、なってた、金色に。へえ、もう記憶力テストだよね。記憶力テスト祭り。あ、チャレンジもらおう。あ、そうだ、昨日もらってたんだ。私渡す。あ、で、今回もなんかあるんだっけ。さっき見たんだよね。シルバーウィークキャンペーンがあるんだよね。これさ、もしかしてさ、あ、何、だるま祭りあるじゃん。今年もだるま祭りあるじゃん。え、あれじゃない、これさ、チャレンジで、あ、だるまギフトが一石二鳥。そっか、じゃあ、え、これさ、待って、ちょっと、あ、ほんとだ、だるまギフトが。え、これもしかしてさ、もらったゴールドでだるま投げても入る？おお、なんか新しい。え、超新しい。じゃあチャレンジプラス毎日できるじゃんね。新ミッション様様じゃん。じゃあそうだね、みんなだるまを貯めた無料のでもらったゴールドは、そう、ぜひ、そう、だるまでもらえるといいってことでしょ、いいってことでしょ、え、ってことでしょ。おお、毎日140投げられる。そうだよね。しかも分かんないけど、昨日配信しなかったけど、昨日の分貯めといて、今日ね、昨日の分って今日まで使えるから、今日その昨日の分も投げられるってことだよね。そう、溜まってる人は280、そうだね、28個投げられるってこと？あ、280ゴールド分投げたよ。ありがとう、超賢い。なるほど、なんか新しいね、新しいね。みんな毎日なんかあれだね、昨日チャレンジしたからとかじゃなくって、みんなコツコツ耐えだね。そしたら、あ、ありがとう、だるまいっぱい。嬉しい。ちょっと待ってね、ごめんね、私それしか見てなかったか、何がもらえるのかちょっと今から見てみます。3つある。20万ポイントで海鮮グルメ、30万ポイントで国産和牛、50万ポイントでシャインマスカットだって。食欲の秋じゃん。ぜひご参考に。そうで、だるま祭りか、だるま祭り、だるま祭り、Kindle カップと、すごい、1位の人、人気たこ焼き店のたこ焼きを40人前。待って、3位でも20人前なんだけど、1人前何個なんだろう。1人前って10個ぐらい私の1人前は1人前は1人前って普通に考えて6個かな。そしたら、
ポ配信できる、それな、トコポ配信できるし、なんなら1日1人前食べても20日間食べられるってことでしょ。あ、写真何箱入ってるね。8個かな、10個かな。すごいな。じゃあだるまだね。ぜひ皆さん、毎日のゴールドはだるまでお願いします。明日はもはや配信できると思うけど、そうだね、あれだね、みんな私が配信できない日もあるから、その日のうちにその日のチャレンジのミッションのゴールドは使い切った方がいいね。私もミッションしよう。ミッションその新しいねやつができたんですよ。チャレンジじゃないから食って、コメントの右側、雷みたいなマークのところにでもらえます。でもあれだよね、なんか視聴してたらさ、ミッション達成済みみたいな吹き出し出てくれるから分かりやすいよね。そう、そこからゴールドがもらえるんです。お、17位スタートです。そうで、この私今からする人は、今からミッションする人は70ゴールドマックスでもらえます。全部したら70ゴールドもらえます。なのでだるま7個投げられます。ちなみに、ね、だるままで1個ずつよりね、そう、連続した方が、10個どっちにしろ投げるんだったら10個連続の方がお得です。待って、これもなくなったの？ 10 個連続のやつもなくなったの？もしかしてこの、連続なくなった、連続ボーナスなくなった。あ、それはなくなってない、それなくなってない。あ、でも待って、なくなってないと思う。なんでかっていうと、お知らせ、ちょっと待ってね。例えばね、私の、あ、ちょっとこれ違うやつ、イキビグループ、だってさ、だるまのやつってさ、1個10ゴールドじゃん。だけど私今、あれ、私いない、あれ17位だったよね。あれ、あれ、私いないんだけどな。もっと下になったってこと？あれ、
や、いないな。あ、まだそっちに反映されてないかな。なるほどね。例えばここのランキングの人たちってその端数が生まれてるんですよね。だるまって1個 10ゴールドなのに、あ、14位にいるよ。あ、本当だ、いた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 、今来た。そう、私今12000、すごい、もう1万ポイント、12288ポイントなんだけど、そう、普通にだるまが全部カウントされてたら8ポイントが出るわけがないのよ。ってことは、そう、何かしらあるってことだよね、きっと。ね。ってことで、やっぱり連続した方がチリツモなのか。チリツモです。ね、ちょっとこれミッションするのに時間かかっちゃうけどね、いろんなルームに行って行かないと。だからね、そう、ちょっと大変なんだけど、あ、500ゴールド未満は反映されるんだ。なるほどね。じゃあだるまはなるね。なる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 。そっか。あ、無料70ゴールドプラス有料30ゴールドでチリツモたくさん。あ、なんか賢い。賢いけどありがとう。なるほどね。確かに。早そうなんだよね。なんか明日早そう。あ、それでさ、ちょっと私、そう、私ね、それでね、ごめんなさいなんですけど、朝鉄オタのツイートができてませんでした。すみません。でも聞いてくれてありがとう。そうなの。それをね、今からツイートしようと思います。思います。でツイートをします。ポストをします。今日はですね、宇都宮ライトレール開業前の旬の様子や車庫の中をリポート、さらに開業日の様子もお伝えします、です。ちょっと
ジルラジルから本当に申し訳ないです。ポポポポン。それではポストします。ポズとジバズ、聞いてくださった方は聞いたよって言ってくれて嬉しいです。といきます。10 9 8 7 6 5 4 4 4、 NHK 鉄道研究会の、私が言ってるのにつけなくてどうする。はい、いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。名前も間違えてないはず。なぜならコピペしたから。グループ名も間違えてないはず。なぜならコピペしたから。でもちょっと一応大丈夫だよね。あ、聞いたよ。乗車したよ。ありがたい、乗車したよ。ありがとう。ありがとう。ありがとうね、本当に。ごめんね。朝遅れなくてごめんね。ワクワクしながら聞きました。ありがとう。音が少なくてビビったね。本当に、これをインスタのストーリーにも載せちゃいます。メンションじゃない、リンク、はい、あ、聞き逃し乗車しますね。ありがとう。リアタイで乗車したよ。ありがとう。
あ、ちょっと今日の心残り終わり。もう今日の心残りだから今日土曜日って感じしなかったもん。朝からずっと鉄オタのツイートしてないから、朝から土曜日って感じがしなかった。本当に申し訳ないです。みんなそろそろあれ終わったかな。ありがとうね。ミッション、ミッションあったかな。ぜひみんなミッション、途中から来た方ぜひミッションでゴールドを獲得して、それで7個だるまをください。7個。そしたらあとチャレンジのところからハートだね。ぜひチャレンジのところからハート。ありがとう。もし7個じゃなくっても、そういっぱいゴールド、昨日もミッションしたしみたいな方はいっぱいくれてもいいですよ。ありがとう。そう、ミッションとね、あのチャレンジがあって、そう10個ではなく7個。そう、今日の今のミッションでもらえるのが70ゴールドだから、それは別に10個くださる方はくださってもありがたいですけど、けどね、そうありがとう。うん、かわいい。本当につまみたくなる。まとめて投げたら、そう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 、できるだけまとめてあるとチリズモです。ありがとう、ありがとう、ありがとう。このサイズでステッカーにしたい。ちっちゃい方がかわいいと思うこのシール、このシール多分このサイズの方が可愛い気がする。この辺に貼りたいね。私がもっとなんか、私がもっと器用で気が利いて、たら多分このやつを印刷してきてここに貼ってると思う。この辺にね、めっちゃおもろい。すごい、8位になってる。ちょっとどっかにメモしとこう、この凄さを、この凄さをメモしとこう。最初17位だったのが20時には8位でした。今日は9月の16日、16
19時半か。19時半は17。すぐ忘れちゃうから、さっき何だったっけとか言っちゃうから。あ、14位だ、そうだ、もう違ったね。ごめんね、確かに14だったね。持っちゃった持っちゃった。ははははは。盛り癖、よく盛り癖があるって言われる。気をつけよう。持っちゃった。こうやって無意識に持っちゃうんですよ。そんなことないですか。信じてしか言いませんからね。あ、最初に出たのは17。あ、ほうか、だから17っていう数字があったんですね。私17、14、8か。じゃあ、なるほどね。お誕生日プレゼント送りました。あー、ありがとうございます。あ、来週だ、ちょうど1週間後。違う、明日、明日が1週間後かね。1週間後の明日ね。なんか別に25歳やり直した、やり残したこととかないです。別にないな。なんかもうあんまりそういうの思わなくなってきちゃった。なんかそれ19歳から20歳になる時は、なんか10代終わっちゃう、なんかやり残したこと ってあるっけとか、なんかどう、なんかそう、どうしよう、来年どうしようとか、今年どうしようとかいろいろ考えてたけど、もう STU でのお誕生日が6回目だから、あの、そう、6回目だね。6回目の最後のお誕生日です。やり残したことはないな。7回目じゃない？あ、そっか、20歳のお誕生日してるから7回目か。ほうかほうか。充実してた、そう、充実してたな、25歳。あ、そう、生誕祭があります。皆さんお待たせしました。生誕祭あるなあるない問題あったと思うんですが、あります。10月の8です。10月の8日にあります。イエーイ、半年ぶりの花だれ。そう、私はちょっと前から知ってたんだけど、まあ言えないから。そう、まあ生誕ティアルってことはあるのかな、ないのかな、ぐらいしか言えなかったんですけど、そう、生誕祭あります。10月の8日です。そう、ラスト生誕祭2023。そう、ラスト生誕祭2024があるかもしれないですけどね。意味に生誕祭って意味に出ます。まだわかんないですね。発表されてないんで、メンバーないと思ってた。まあそうだよね。あります。生誕祭したいって私も言ってたし、運営の方もね、生誕祭させてくださるということで、ラスト生誕祭楽しみます。なんか楽しみたいんだけど、私花だれが半年ぶりすぎて、ちょっと歌って踊れるかな。わっはっはっは。歌って踊れるかな。
県民文化センターなの私。全然そこまで見てない人私。え、やった、嬉しい、あそこ大好き私。え、去年の去年ぐらいもさしたよね、そこで。そうだよね、2年前と同じとこ。え、去年どこだっけ、ブルーライブだっけ、ゲバントだ、ゲバントだっけ。ブルーライブな気がする、ブルーライブだよね、やった。そう、スタンドフラワーがどこにあったかを思い出して、スタンドフラワーあそこにあったからってことは、これ楽屋をに、ここから楽屋に行くとブルーライブの楽屋だみたいな感じ、そんな覚え方。そう、あれだよね、椅子があったやつだよね。もう1年前か。そう、去年もブルーライブね、ブルーライブだね。去年も花だれだっけ。花だれか。あれ、去年いつした、生誕祭。10月の何日。さあ思い出せるか、おわし、早く調べられるか。去年は何月の何日でした。あ、10月2日、早い、早すぎ。あ、じゃあまあ同じぐらいってことか。そっか。ほうかほうか。ほぼ同じぐらいね。ほぼ同じぐらいよね。そう、楽しみましょう。まあ終わってからもきっと、そう、配信するよきっと、終わってからもきっと。でも2公演なんだよね。そう、なんか私のファンの人でもファンの人じゃなくっても、生誕祭でもじゃなくてもいいから、この滝野の出てる公演を見たいみたいな思ってくださる方は、お昼公演もあるので、お昼公演の方が倍率は少ないんじゃない、低いんじゃないかな。なんか逆にね、なんか昼夜であって、夜が生誕みたいな日はもう生誕にみんなが集中しちゃう分、結構お昼公演って穴場っていうか、穴場じゃなくてなんだっけ、穴場みたいなことを言いたい。まあ狙い目と言いますか、なんかそんな感じです、そんな感じです。そうだから、そうそう、なので生誕祭じゃなくってもいいから、あの、そう、滝野の出ず公演が見たいなってことは、全然第一希望昼とかにしてもらえたら、多分よりよりかは当たりやすいと思う。うん、逆に絶対夜に行きたいって人は、それしちゃうと夜はまあ倍率が昼よりかはきっと高いから、そう、当たんなくなっちゃったりとかすると思うので、
そうそう、滝のガチファンの方はもう、そう、多分夜できれば夜行きたいと思うんだけど、そうそうそう、じゃ、まあじゃないっていうか、まあどっちでもいいよって方は、そう、第一希望昼に最初の申し込みにしとくと、第一希望夜の方が多分圧倒的に多いので当たりやすいと思います。これは私のあくまで想像っていうかなので、そう、結構ね、昼夜で、昼普通の公園で、夜生誕祭みたいな時、夜めっちゃ倍率高いのに昼当日券っていうかあるみたいな時もなんかよくなんか聞く気がするなぐらい、みんな夜にめっちゃ集中してます。はい、どちらでも私はいます。どっちでもいるんでね、公園に出るのもなかなかないから、ぜひそう、公園に出てるの見に来てほしいです。普通に見に来てほしいえ、なんなら多分昼公演の方が、半年ぶりの生誕祭だから、違う半年ぶりの生誕、1年ね、半年ごとに生誕祭やっちゃってね、あかりの生誕ぶりだから、半年ぶりの公演なので、の第一発目が昼なんですよ。久しぶりに出る姿を見れるのは昼ですっていう、ちょっとそう、昼も押しちゃう、昼、そう、昼を第一希望にしても全然いいと思うし、逆にやっぱり最後の生誕祭なので、いつもよりも多分来たいっていう思ってくれる方は多いんじゃないかなって思うので、どっちも当たんないよりかは昼だけでも当たりたいって方は、もう最初の申し込みにの時に昼だけ申し込んじゃうっていう手もある。最悪どっちも外れるぐらいならさ、みんなが夜って言ってるうちにさ、昼を確保して、そうっていうのもあります。そう、どっちもおすすめ、後悔のないように、後悔なんかあるわけないって、かっこいい、あ、翌日が祝日だから来やすいね。おー、そっか、おー、そっか、あ、3連休の中身なのか。そうか。そうか、そうか。これはよりなんか来てくれるかな、みんな時間あったら。出たかった、ドラゴンエッグのやつ出たかったけど私いない。出たかった、ドラゴンエッグ、それなね、それななのかね。福ちゃんもいなかった。ブブブブブ
ブブ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 。セタン最前日。え、でもみーちゃんとかみーちとかもいるよ。これはでも出てほしいよね。え、出ないのかな生誕祭。みーちゃんとみちは出ないのかな。みーちゃん泣いちゃうよ。石田みなみ泣きますよきっと。みーちゃんなら大移動してくれるさ。そうだよね。最悪多分自腹でヘリコプター飛ばしてくると思う。夜な夜なってパパパパパラ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 。あ、みち乗るってやって、多分みちも乗せてそう来てくれると思う。自腹で、そうじゃあ多分自腹で間に合えばいいんですよねって言ってにゃん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 。ヘリコプター、まあ広島はあるんじゃない、ヘリコプターつけるところ。そっからリムジンで移動したらいいよ、ね、明日大丈夫だよね、全然大丈夫。あ、息をする心を撮影した屋上とか。お、4位、4位だな。え、すごい、本当に。すごい、さっきから、さっきの、さっきから18分後ですよ。さ、で、これ18分に1回なんで。え、すごい、から18分後4位。メモ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 。え、ありがとう、嬉しい、たこ焼き好きなんですえ、すごい、ありがとう。ありがとう。次の18分ね、今ね、そう全部ね徐々に上がってますから、ありがとうございます。次の18分後は30、40、50分前とかですかね。ですです、です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 。みんなあれだからね、抜け駆け禁止にしよう。そしたら、そう、抜け駆け禁止とはここに出てないのに自分で調べに行って今何位いだよっていうことを抜け駆けと言います全然いいんだけど、そう、ここに出て知ったらさ、みんなと喜べるじゃん、みんなと見れるじゃんね。そう、なのでぜひみんなで。ただ私もたまにめっちゃ気になってちょっと抜け駆けしようってすることがある、あるみんなも抜け駆けしていいけど、あのコメントで言わないでもらえたら、そう、ちょっとうっしー、あと何分後にテロップに来るの、うはははってそう思っててくれたらいい。それはね全然大丈夫、私に分からなかったら大丈夫です。あ、37分ぐらいかな、そっか。あ、4位は実は知っていた、ありがとう。でもどう、うわははって思ってくれてて、初見リアクションね、そう、初見リアクション大切大切いやでも全然あれおめでとうとかでいいよ、そう全然
そっか。ん？あ、そっか、40分前か。ちょっと私計算ができなかった、ごめんね。40分前だ。ほうかほうか。あ、すごい、だるまのおかげもあって1万、これなんて言ったらいいんだろう、1万盛り上がりすこのす、これはなんて言ったらいいんだろう、盛り上がり度数1万いきそうですね。盛り上がってろー、盛り上がってろー、盛り上がってろー、盛り上がってますね。盛り上がり盛り上がり盛り上がり、メールも書きつつ、ごめんね、昨日も一昨日も全然メールが書けなくって、そう、昨日も気がついたらもうメールが送れない時間になってて、うわやっちゃったよー、チクチクメスメサインサッサーってなった。そうなの、そうなのよね。はあ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 、あ、明日も15時までにミッションしとこうね。ぜひぜひの、ぜひぜひ、それはめっちゃ助かる。みんな夜です。充実。あれ、おおくろーっと、あれ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 、メール待ってますね、お楽しみに。
しみにです。なんだっけ、私撫で肩をなくすんだっけ。もう忘れてた。撫で肩を、私撫で肩をなくすんですよ。忘れてた。忘れることあるって感じですけど。あ、神畑関西では明日放送なので見るよ。お、ありがとう。そうだよね、野球の中継あったからなんだよね。ありがとう、忘れないでくれてとっても嬉しいよ。ありがとうね。ペチ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 。明日の最終回は見れそう。あー、こんな声になっちゃった。うーん、あ、見れるかも。私、え、やだ、終わっちゃうよ、大変、終わっちゃう。ツイートするの忘れてた。今日しちゃえ。出てきちゃった。7月じゃんそれ。ねえ、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 ちょっと待ってね。そう、ツイートするやん。そうだ、後ろの人をちょっとぼかします。他のお客様の、他のお客様の、
これいつまで？今月末までかな。カフェ。今月末までかな。30まで。おお。この後ろの人消さなきゃ後ろの人消さなきゃこの後ろの人消さなきゃ消さなきゃ消さなきゃみんな消さなきゃみんな消さなきゃ消さなきゃ消さなきゃいいいいあなたも消されるかもしれませんよ。ツイートするよ。ツイートするよ。ツイートじゃなかったね。ね。ポストけ。ポストけ。最終確認。はい、それでは、いや、もうちょっと間空きよう、もうちょっと間空きよう。9時になったら、9時になったらポストしますね。拭いたら下書き保存。3位だ。3位よ。すごい、たこ焼き見えてきたね。たこ焼き見えてきた。ありがとうございます。すごい。メモメモ。3位。
次すごすぎ。17位からの早いね。ありがとう。ジニアの速さねえねえ、ありがとうね。途中から見てる方もこれあのチャレンジのところでもらったあのゴールドって無料のゴールドなんだけど、それそのゴールドでだるま投げたらちゃんと反映されるんだって。そうなので、あのなんかコメントしたりとかして、そうゴールドもらってる方はぜひ一個でもね、私立もです。そしてそう、どっちにも反映されるっていうお得なタコ、タコじゃないタコじゃない、ごめんね、ちょっとたこ焼き、たこ焼き20人前ってなんだっていうのがちょっと頭の中離れなくって、ちょっとごめんねタコはあの片っぽにしか反映されないのでお気をつけて。そう、あとチャレンジのところからハートがもらえるので、よかったらぜひ。みたいなこと言うのももうなんか最後なのかな、どうなんだろう。でも私ね、花火がね、この花火のイベントが、その花火のイベントが、あ、私こうやってなんか達成みたいなってするのなんか最後なのかなって思ったんですよ。そのなんか花火女王とかもね、結局そう、そういうのって最後なのかなこれがって思ってたら最後じゃなかったなんかだからこれがもしかしたら最後じゃかもしれないし、もし来月もあったら全然これ最後じゃないしそう、あのハロウィンね、キャンペーンとかハロウィンなんだろう、ハロウィン王者みたいなのがあったらそうね、まあでも毎回最後の気持ちで頑張りましょう。最後は綺麗に終わろうね。毎回最後っていう方よまあでも最後かはわからないけど、そう最後の気持ちで頑張ろうね、いろんなことをねっていう。そう I love you 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 you私がさ、前さ、可愛いクリップが欲しいってさ、ショールームで話してたの覚えてる？それをさ、なんか覚えててくださった方が、まあ何人かいらっしゃってさ、何個かもらったのよ、その可愛いクリップを。なんだけどさ、あのさ、私もらったやつね、結局まだね、一個も使ってない。なんでかっていうと、なんか可愛すぎて使えなくて、そうなんか見て満足しちゃってる可愛すぎて、これはだから何に使えばいいんだろう。私このままだとなんかね、あかわえこれかわいい、超かわいいって言って、なんかそうキャオ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 使わないで終わっちゃいそうなんだよね。ちょっとだから今ね、あの10位のやつ、メモしたやつにね、ちょっとつけてる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 。そう、もったいなくて使えないあるある、そうもったいなくて使えないあるある、かわいいから
ね、別にでも使ったところでこれ消耗品ではないんだけどね、誰かにあげるとかそのまま資料であげるとかだったらね、なくなっちゃうけど、自分で使う分にはこれ別にね、使い捨てじゃないんで、いくらでも使えるんですけど、ですけどですけど、そう、だけどね、なんか使えないんだよね。なんじゃらなんじゃら。そう、みちも可愛いポーチで同じこと言ってた。確かにポーチも別にね、消耗品、消耗品じゃないんだけどね。わかるか、ちょっとね汚れちゃったりするからポーチだとね、ちょっともったいないんだよね。もったいないわけできちゃう。大の動きが来るよ。今はどんなメイクポーチを使ってますか？私はね、ハーリップトゥーのやつ、雑誌の付録のハーリップ2のやつです。そうなの、かわいいよ。いっぱい入るし、ちょっと早いかな、早くないかな。明日早いかな、早くないかな。明日何を着てこっかな。明日、明日もお仕事。そうそうだよ。ツツカングッドも使えると汚れるし悩ましい。あ、それは全然2個買ったらいいんじゃない。使って汚れるから使いたくなかったら、でも使いたかったら2個買ったらいいと思うよ、普通に。あの、私がそうしてる。そう、このタオル、このグッズのタオル使いたいけど使いたくないってやつは2個買う。あ、ステッカーは2個買う。私5個ぐらい買いたいかも。なんかだってさ、ステッカーセットとかだったらさ、同じの2個入ってないじゃん、1個ずつだったりするじゃん。でさ、1個使うじゃん。1個使うとさ、もう1個しかなくなるじゃん。そう、で、これ使いたくなった時にこれ使っちゃうともうなくなっちゃうじゃん。だからまあ余裕を持って、そうだね、5個ぐらいなんかそう買うと安心かも。まあそれぐらいのものに出会った時にはね、ぜひそうしてください。別にそこまでじゃなかったら、そう、1個でもいいし2個でもいいし何個でもいい、それはもう人それぞれだから。
そうね。そう、なんかスマホに、でもスマホは貼らなくてもね、挟めたりするから、ステッカーって。だから全然ええんやけどね。はい、へー、体脳かなって脳かな体かな脳かなって水分を抜くと6割油なんだってCM 情報。ね。
そんな CM あったね。そうCM から学んだ。 CM が言ってる。わいわゆみりんから学んだ。いいね。お互い共有していきましょう。こういうことはどんどん共有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 していきましょう。やつ本物。これ、なんかめっちゃ本物っぽいけど、どうだろう。本物っぽいよね。あ、ミッションで投げてくれたんかな。確かに。ありがとうミッション。ありがとう。ありがとう、ありがとう。あ、私もさっきりょうつのとこ行ったかも。でも私は名前変えてるからね、わからないよそう、おかりおわしみたいな、あのおすすめコメントをして、そう去ったコメントするともらえるからミッション。そうなの。でもよく見ると、あんまり言うと本当に良くないんだけど、あのアバター使ってる人最近そんなにいないと思うから。だってもう4年前ぐらいのね、サステナブルってもう4年前ぐらいのシングルだもんね。そうだし、その時のルームで CD 買った人しかもらえないアバターだから、なんかその当時はもちろんいっぱいいたんですけど、そう、3位キープ。おお、ありがとう。キープ大事。そうなんだよね。なんかこれがもし最後だったら、ね、最後に1位取りたいですとか言えるんだけど、多分最後じゃないよね。わかんない最後の気持ちで行こうってさっき言ったはずなのに。そう、たこ焼きキープキープ。もう9時になっちゃうね。そうなんだよね。そう、最後は最後1位で終われたらいいよね。あ、最近サステナブルでユミリン探して遊んでる。あ、いいね。なんか AKB のシングルのユミリン探しはおもろいよ私的になんかユミリン探しを楽しんでほしいのはノーウェイマンですね。なんかアンクレットが私最後しか出てこないのはもう周知の事実じゃないですか。だからどれどれじゃなくって、あ、まあゆうゆうさんかわいいってなって、最後にオーラが走ってきた、一瞬だけ見えたみたいな感じになるか、探しっていうよりも最後しか出ないんですけど、そうノーウェイマンはたまにちょっとずつどっかにいるんですよだからそのいいですよ。
しかもめっちゃ分かりやすくダーンって抜かれてファみたいなんじゃなくって、あのそうあれ後ろユンミリンじゃないみたいなんだったり、立ち位置分かってるからこそこのあっちにいるとかが分かったりするし、あとはノーウェーマンってそのなんか画面切られなんかさその三分割とかされるじゃんね。だからそのより分かんないよね。一番分かりやすいのは一番最後です、まさかそんなことが起こるなんて。でさくらさんの後ろ横に斜め横にいるティーチャー、ティーチャーもほとんど映らんよね。いやそれ言ったらもう私 AKB のシングルほとんど映ってないことになっちゃうからそう人数が多いしね、 AKB さんの選抜は。そう探してみてください。ぜひ探してみてね。ね、見返してみるのも楽しい。滝の歴史が感じられたりとかなどなど。でもありがたいよね、本当にあんな偉大なメンバーさんの中に。そう混ぜてもらって、あ、21時になりました。21時になりました。それではちょっと待って、ピー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 ピあ、私今 VIVANT のさハッシュタグでさ見てたんだけどさ、え、これ登場人物さまだ1個空いてないの、枠が。これ
確かいやー、どなただろう。確かに神戸明神のさ、謎もまだだよね。ラスボスという噂。情報が一切出ないタイプの裏ボスか。どうなんだろう。どうなんだろうね。ね。楽しみだね。ということで、ワクワクが詰まったところで。ポストしたいと思います。現場やっとるよ。あ、お宅に恋は難しい、やってる。この前見た。あ、本当だ。すごっ。7分経っちゃった。ちょっと7分 TVer で見よう。1話だ。あ、すごい、地元のエキストラの方。
きゃね。ということで、ここ見てたら多分これ見ながらで、ね、終わっちゃいそう。私ポストします。はい、行きまーす。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ポストを送信できませんでしたってなってる。あれ？送信できなかった。あれ？送信できませんでしたってなった。え？これはもしかしてなんかあるんか。もう一回行こう。もう一回行ってみよう。それでは行きます。え、ちょっと待って、なんもないね、別に。はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。はい、時間かかる。頑張れ。お、いけたんちゃう。来た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 。リポスト、仮想機、人ぶよ、ハシケン、スランプくん、ナゾ、ゴーセブン、クリーミー、ウルフ、キネコファミリー、ヒーロー、アンちゃん、水木マカレーパン、ポング、イソケン、ダイちゃん、いいね、トミー、プー、ピロキ、エムケン、ユーちゃんマン、1041、カツ、ダンゴ、トモヤ、ヒロセ、コウジ、アミノ、キュー、ゼクスト、イケボ、ナンコ、ボモトレッド、スノーラビー、ピオ、アスコ、ヤマナビ、アヤイシ、タイ、ジャスティン、ブッチー、ありがとうございます。美女二人素敵、ゆみっちょじゃん。ゆみっちょです。ゆみっちょです。髪ちょっとデートした時の写真。やはりテントの一味だったか。あ、後ろの人の猫顔かわいい。そう、後ろの人猫にしちゃった。明日最終回だね。どうなるんだろうね。そう、明日最終回79分スペシャル楽しみですね。今コラボドラマやってるよね。コラボドラマっていうかやってますね。いっぱいだ。そう、ワンピもお揃い見た。え、そうなの。全然打ち合わせしてないんだけど。そうなの、かわいいでしょ。お揃いみたいなワンピースでかわいいでしょ。ねえ、矢野と若杉の兄貴。仁義なき。
インしたのかな。いやもう部外者なんで、もう怒られまくっちゃいますし、怒られるどころじゃないだろうな。多分 STU が一生 TBS さんに呼んでもらえなくなります。きっと。そう、でもすっごい近くまでね行けるから、もうかけそうな位置まで行けちゃうから、そうそう、かけそうな位置まで行けちゃいます。でも書いてないです、安心してください。ね、すごいよね、とってもとってもとってもね、うんなんか明日さ、もし夜配信できないんだったら朝とか配信しようかなって思ったんだけど、そもそもまだわかんないかも、明日夜配信ができるのかできないのかわかんないです。最終回記念配信期待します。でも私音ありで見たいかも。ゆみちありがとう。そう、ゆみちです。ゆみちだから多分配信はそうしないよ。10時からだっけ、後ろが遅くなるんだっけ。でもし10時前に配信ができたら一旦10時で切って76分だから11時半とかからうわーって、あ、9時からかあんまりリアタイしてないのバレちゃう。そっか、じゃあ、あ、10時19分まで、じゃあ10時20分ぐらいから配信するかも。もし明日配信ができるってなったらその前に、9時前に配信ができそうだったら9時前に配信して、そう、9時になったら、それではさよならってします。さよならします。ね、そうしようね。あじゃあ明日見れないわ。リアタイできないから録画しましたね。
私ね、もしさ、私がさ明日さ夜さ配信してもさ言わないでね、まだ見てないから私その時点で。言わないでね。もしそう夜配信ができたとして、まだ出てきてない人の名前を言わないでね。そう、あ、乃木は言っていいよ。そう。乃木がどうしたかは、だって毎週乃木だから。そう、乃木は出てくるから絶対最終回に。乃木が結局何だったかは詳細は言わないでね。そう、もう多分私言われた瞬間にもう泣いちゃって配信終わると思う。もうありがとうございました、もう配信するのが怖くなっちゃう、またネタバレされるんじゃないか、ガクブルガクブルってなっちゃう。後で見たら言ってね。あ、そうだね、それか多分配信して「え、乃木が何、乃木が何、頑張りめりん、おやすみなさい」ってピッて多分やってる。終わった瞬間に、もし明日例えば夜配信ができて12時まで配信したとすると、何時からか分かんないけど11時とかかな、できるとしたら分かんないんだけど、まだそう12時から見ます。です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 。寝れなくなりそう、確かに寝れなくなっちゃいそうだね、ドキドキしちゃうね。通り寝てくださいね。多分いつも通りまったりゆったりしながらビバンみたいに、うわおー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 って一人言って、早く明日に、明日みんなに言いたい言いたいって言ってスピーってなってると思う。と思うですね、ですね、ですね。夜中に、しかもさ夜中だからもうみんなとさ共感できないし、もうそう明日っての夜は多分配信できると思うから、それまでうずうずしとくね。
で終わりなのかね。よいしょ。そして皆さん、なんと明日決まりました。決まりました。あ、いや見たい見たいけど、見たいけど決まりました。私明日ドロロ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 休みのところすみません。きっと3連休中日ですがすみません。朝配信します。あの全然もう起きなくても大丈夫です。ただもし明日起きて来てくださる方がいましたら、朝のミッションができるので、ぜひ朝ミッションをして一緒に頑張りましょう。夜もできたらする、できるかもしれない予定だけど、どう、乃木坂のミーグリやりながら見るよ。あ、多分この時間は乃木坂さんのミーグリはやってないです。朝です、朝。はい、はい、何時かと言いますと、17日朝の朝のじゃん6時半です。えい、予約完了。はい、ということでもうそろそろ寝ましょう、みんな。そろ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 終わりましょう。今すぐじゃなくって10時までには絶対終わる。
絶対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 終わる。ただ私多分ここで終わったらメール送らずに寝ちゃうんだ。だからちょっとメールを送らせて、配信してる間に、配信してる間に絶対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 。そう、メールありがとう。いやもうその食っちゃおう。あ、早起きは70ゴールドの得。そう、早起きはだるま7個分の得。まあでも早起きしなくても別に15時までにやったら大丈夫なんで起きなくっても、起きた時間が15時前だったら1個目のやつできるんで大丈夫ですよ。皆さんも大丈夫です。 1,2,3,4,5 メール送ってる今。お、サインキープ。1,2,3,4,5,6 あ、7通目だ。よしよし、見えるまで待ってますね。ちょっとあとちょっと待ってみよう。もうちょっと待ってみよう。多分来る。10時までにはそして終わるあと10分か15分くらいちょっとじゃあ話しましょう。そして寝ましょう。今日も早く寝ましょう。
この前でコインビニでハッシュポテト買ってもうた。え、私も。ね。あ、私もだって。ね。あれは食べないわけにはいかないよね。もう見つけたらあとハッシュポテト一つくださいって言っちゃうよね。それでムシャムシャしちゃいますよね。俺も一緒だ一緒だ一緒だ。そう、遊牧民にとって大事な行動とは一体何？あ、なんか置いて置いて、よいしょ。あ、なんか家建ててる、家建ててるんじゃない？あ、大切な動物に関わる仕事。馬？あ、羊、確かに羊かな。確かに毛を剃る。あ、確かに確かに。私もなんか編んでるのかなって思ったの最初。来た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 。あと3通来るよ。じゃあ、あと10分ぐらい。50分になったら壇上読み始めます。そしたら10時までに終われる。終われるな。はーい、ありがとう。かわいいな、本当に。ステッカーにしたい。ステッカーにしたい。ありがとう、たくさん。ありがとう。ゆっくり寝てね。みんなもゆっくり寝てね。私もね、ゆっくり寝ます。それも間違いなし。間違いなし。間違いなしにゆっくり寝ます。大丈夫。
投げたね。ありがとうございます。しかも全部だるま、ありがとう。あ、羊だ羊だ。へえ、羊泣きだったね。羊か気がりでしたね。正解でした。正解でした。ですね。うんうんうん、あ、焼け止め塗ってこう。ここから持ってこうかな。ちょっとラベンダー色なんです。ちょっと今塗っても意味ないけど。いい匂い。いい匂い。トーンアップ日焼け止め。あれ、気に入ったんですよ。何送った？5通目来たね。普通にたこ焼きももらってももちろん嬉しいけど、たこパも釣るよ。ちゃんと自分で作ったたこ焼きも、それはまた別腹で、また別の日に、別の日にしますね。そう、かりんとたこパしようって言ってて、もらえるんだったらね、そう食べるし、たこ焼きパーティーをします。作ります、自分でも。安心してください。どこから取って、そうだね、時間があったら時間があったら、時間があったら全然取ってきます。入れるのと、ソーセージ入れたいのと、チーズ入れたいのと、あんまりチョコとか入れたくないな。ちゃんと美味しいやつ、美味しいやつにしたいから、美味しいセレクトにします。美味しい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 ってね、食べられるやつ。あ、キムチ、確かにキムチもね、美味しいよね。キムチ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 、お休みじゃないやつ。あー、はい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 、次6つ目きます。
お休みが来ます。やった。七つ遅れた。本当にお待たせしました。ごめんね。七つ遅れなくって昨日も。本当に本当に。え、すごい。明日は7の得日ということは、でも明日一日中ちょっとスマホいじれなさそうだなって感じだから、なんか今日よりも遅れる可能性が、てか今日は全然遅れたんだけど、昨日よりも、あ、お休みが来た、お休み来ました。シルバーウィークって本当はいつ？今日から、それとも24日の方、本当はどっちなの？本当はどっちがシルバーウィークなの？ほんちゃんは、今日から？今日からの3日間の方がシルバーウィークなの？来週の3日間じゃなくって、来週は3連休じゃない、ほんまや あれほんまや。え、じゃあシルバーウィークって今日から、今日、明日、しあさってのことをシルバーウィークっていう。そうだね。あ、そういうことか。そうだよね。そっか、なんか私さ、どっちも3連休だと思ってた。でもあれか、23だからか、春分の日がね、だからか、だからか、今年は土曜日とか打ってるからね。確かに来週はユミリンウィークやろ、もう誕生日あるからね。そう、誕生日あるからね、そうなるといいですね。そうなるといいですね。土曜日が祝日だとそうなっちゃうんだよね。難しいね、難しいね、なんだか難しいわ、いろんなことが。わわわわ、危ない危ない。はい、キープ、ありがとう。今日は17位から3位まで行きました。ありがとうございます。超すごすごね。
今日もたくさんありがとうございました。なんかね、ちょっとだけ変わって仕様がね、よりなんかみんなで楽しめるイベントになったのかな、ね、みんなが最初から最後まで、そう、みんなと頑張れる。お、ほんとだ、50分だ。ということで終わります。そう、有料のギフトを、そうね、無料で投げられるって言ったら、こういうなんか関連の対象のギフトとかがね、投げられるようになったから良かったです。ありがとうございます。引き続き応援よろしくお願いします。え、待って待って、ここだけの予告特別編だって。なに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 、時を超えたって何？なに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 ？どういうこと？ね、眠れなくなっちゃうよ。はい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 。早い早い、すごいね、気になってね、うん、日付超える前にしか寝れ、ちゃんと寝れましょうね。気になってるけど、お互い気になってるけどね。じゃあ50分になったので誕生日も、13位ヤマンジさんありがとうございます。12位ケイセキさんありがとうございます。11位リタイアマンさん、今日もユミリオン CE ありがとうございます。10位ミソさんありがとうございます。9位レトクルさんありがとうございます。8位ヒデ様さんありがとうございます。7位コペンさんありがとうございます。6位バリーさんありがとうございます。5位コーラさん、遅くなったけど今日やっと誕生日プレゼント送りました、ありがとうございます。4位オックンさんありがとうございます。3位洋楽バカおじさんさんありがとうございます。2位キューさんありがとうございます。そして1位笠脇さんありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで、あの明日3連休の中日なんですが、シルバーウィークの真ん中の日なんですが、明日は朝配信をします。朝6時半から。そう、夜できるかわかんないので、もしできなかった時、うん、まあ別に毎日アイドルでもないんですけど、はい、昨日もしてないしなんですけど、そう、まあまたわからんくなったら予約入れてるんで、ぜひそう見てもらえたらと思います。予約入ってるよね、ちょっと確認してみよう。予約入ってる、9月17日6時半から。入ってました。そう、でもまあ3連休なんで、あのちゃんとゆっくり休んでください。私はそうです別にそう無理しなくてもいいからね。朝チャレンジじゃない、ミッションできるけど15時までできるから、もし、でもし明日の朝あの来るよって方は、ぜひ朝もね一緒にミッションしちゃいましょう。一緒に。はい、よろしくお願いします。もう本当に無理せずで丈夫ですよ。そう、お互い無理せずに、そこまでも私はちょっとね起きれたらいいなと思うので、もう終わりたいと思います。はい、それでは今日も最後まで
ありがとうございました。明日も一日頑張りよみりん。それではおやすみなさい。バイバイ。また明日の朝会いましょう。おやすみ。